はい、どうも皆さんこんばんは、レプシンです。今日はデッドバイデイライトのキラー側ヒルビリー使ってプレイしていきたいと思います。はい、今日はバージョン 4.1.0 でこのヒルビリーに調整が入ったので、そちらをお見せしたいと思います。あ、いた、2人いるな。えい、よいしょ。ちょっと板のとこだから、ちょっと待ってね。板のところでダウンされると、やっぱりいた、いた、えい、よいしょ、オッケー。はい板のところでダウンされるとね、開幕って結構生存者密集してるんで、今の場面はちょっと周り警戒しないで持ち上げると痛い目に遭っちゃうんでね。はい、でヒルビリーどんな調整が入ったかと言いますと、なんかね、待て、チェーンソーにオーバーヒートっていうシステムが追加されて、なんかあのチェーンソーを使うとどんどん熱が溜まってって、まあ、その熱がマックスまでいくとオーバーヒートしちゃって、チェーンソーが一定時間使えなくなるという、はい、のが追加されました。それはオーバーヒートシステムで、まあ、こうやって左下のチェーンソーのアイコンのところ見ててください。こうやってチェーンソーを構えてチェーンソーを振ると、はい、左下のゲージがどんどんね溜まっていくでしょ。これがマックスまでいくとオーバーヒートで、一定時間使えなくなると。いてててて、まあ、あのテストサーバーの時は結構オーバーヒートしやすくて、これ使い物になんねえなチェーンソーってかと思ったんだけど、はい、って思ったんだけど、あのやっぱさすがにそれだとオーバーヒートしやすすぎてやばいっしょってなったんで、ちょっとあの本サーバーに来るときに若干そこは優しくなりましたね。なんでよっぽどのことがないとオーバーヒートはしないかなと。はい、一回ちょっとわざとオーバーヒートさせてみますね。左下見てください。これでどん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 熱が溜まってきて、チェーンソーも赤くなってきて、はい、はい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 、でマックスまでいくと、はい、このようにチェーンソーが使えなくなると。左下のあの白いゲージがなくなるまで使えません。こんな感じ、時間的には15秒ぐらいなのかな。で冷却が完了したらまた触れるようになると。上にいるな、まあ、チェーンソーを使ってない間どんどん冷却していくんで、そのオーバーヒットしなくてもちょっとチェーンソー使うのやめればまた回復します。はい、はい、ただまあ、そのオーバーヒートはぶっちゃけ結構どうでもよくて、アップデでかあのヒルビリーに調整が入って一番しんどいのがアドオン結構変わったんですけど、キャブレター調整ガイドとトンプソンズミックスがなくなったので、チャージ短縮系のアドオンがほぼほぼもうないんですよね。まあ、厳密に言うとあるんだけど、ちょっと足、代わりに足が遅くなったりとか、特定の条件を満たさないと効果を発動しないみたいな感じのアドオンになっちゃったので、気軽にチェーンソーを早く振ることができなくなったんで、以前のノーアドオンの、ヒルビリーと変わりないというかよいしょ、あ、くそ。なのでチェーンソー当てづらくなりましたね。昔はトンプソンズミックスとキャブレター調整ガイドつけてる人多かったと思うんですけど、まあ、もしくはそれが彫刻とかね、うん、
まあ、彫刻はあのチャージが遅くなる代わりにそのヒルビリーのチェーンソーのスピードが速くなるから痛くるポジションとかでねその意表をついて生存者をぶった切るとかっていうねやり方もあったし、キャブレター調整ガイドとトンプソンズミックスつけるとチェーンソーのチャージが速くなったりとかするから、まあ、どんなところでも使える万能型みたいなね感じで使ってかる方も多かったんじゃないかなと思うんですけど、もう俺もどっちかというとそっちの方、彫刻結構テクニックるし俺は扱えなかったんだけど、とりあえずトンプソンズミックスとキャブレター調整ガイドつけていけば、まあ、どんな場面でも強かったんだけど、それがなくなっちゃったので以前のノーアドと同じチャージで戦わなくちゃいけなくなったから、まあ、結構それが地味にしんどい、まあ、窓枠とか板ポジに生存者が間に合っちゃうんで当てれない場面が多いんですよね。何もないところで、ね、チェイスしてるときはいいんだけど、こういうなんか建物とかでチェイスしてるときはチャージ始めても窓枠飛び超えるの間に合っちゃってダメみたいなね、そんな感じです、ね、あと専用 BGM が追加されましたね。今流れてるこれです。よいしょ、そんな感じですかね。カニバルは、まあ、結構強くなりましたけど、ヒルビリはやっぱ弱くなりましたね。弱くなった、うん、没個性でもないけど、なんつったらいいかな、地味になったというか、以前よりはやっぱ微妙かな。圧倒的に強化では絶対ないね、まあ、明らかな弱体化かなと。特に俺なんかトンプソンズミックスとキャブレター調整ガイドがないとチェーンソー当てれないから俺の中ではかなり厳しい調整かなと。彫刻もなんか以前よりスピードが落ちたらしくて、彫刻使ってた人もしんどいんじゃないかな。たださっきも言ったようにアドオンがかなり変わったので、ちょっとなんか特殊なアドオンというか一風変わったアドオンが増えたんで、まあ、そういうのを使った新たなヒルビリーの戦術を生み出していけばまあ強いのかなと。今までの戦い方だと微妙かなと。よいしょ、今は何もなかったからいいけど、あとこの神殿の酒場って結構板とか窓枠がそこまでないような場所だからなんとかなってたけど、普通のマップだと相当厳しいと思う。レッカーズヤードとかさ、グローニングストハウスとか、ああいう系のマップは本当にしんどいんじゃないかな。なぬ、いい、待て、いい、はい、よいしょ。で今回熱量の溜まりやすさが分かりやすいように、一応その熱量が溜まりにくくなるアドオンもあるんだけど、それは全くつけずに素のままの熱の溜まり具合を皆さんにお届けします。そこまで溜まりやすくないでしょ、そんなにオーバーヒートするもんじゃない、まあ、以前よりチェーンソーを使える場面が少ないから、そんなにチェーンソー使ってないっていうのも理由なんだけど、たたたたたた、デッドアウトかな。よし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 、はい、はい、よっこいしょ。本当にヒルビリー微妙な感じになったな。なんかいい感じのアドオンとかね、強いアドオンとかねあればいいんだけどね。俺もまだその全部使えてないからあれなんだけど、面白いアドオンはまあいくつかあるんだけど、その、信用範囲外にいる生存者にチェーンソーの音が聞こえなくなるとか、板を当てられた後30秒間チェーンソーのチャージが速くなるとか、ちょっと一風変わった
面白いアドオンはまああるんですけど、前みたいな誰が使ってもどんな場面でも強いみたいなキャブレターとかトンプソンなくなったんで、ちょっと本当に難易度上がったかなと。あれもう一度どこだろう、いたうっ、はいよいしょ。なんであんまりそのね、今物珍しさでヒルビリー使ってる人多いと思うけど、まあ、みんなある程度使ったらもう使わなくなるんじゃないかな本当不妙な気がする俺もそんな今使いこなしてないから、そんなあのね、この新しい調整後のヒルビリーを知り尽くしてるわけじゃないからあれだけど、ちょっとこれはなんか微妙な気がするな。うん、こうやって板とか何もないとね当てやすいんだけどね。よいしょ、うん、こっち行こう。いやー惜しい待て、はいはいはい、よし、もう一人こっち側に行ってたな。あ、カラス飛んだ、こっち側にいますね。はいはい、こっち側なんだけどな。あれこっち側カラス飛ばなかった、うん、どこ行ったんだろう。じいちゃん鋼の石つけてたかな。ぐっ、飯なっちゃった。こっちから飛んだ今、なんか、ね、葉っぱが舞ってんのかカラスが飛んでんのかってたまに分かんなくなる。あっカラス飛んだけど、あれはミンちゃんか。よしつけとこう。どこだ、どこだ、二手に分かれてたからね。逆側、ミンちゃんの逆側に、あ、あれミンちゃんがここにいるってことは、こっちで飛んだカラスはいた、やっぱり、あ、やっぱりいたんだ。だよねだよね、そうだよね、ミンちゃんここにいたってことはってことですよね。はい、よーし、どこでしょう。まあ序盤だいぶチェーンソーが決まったのですごい優勢だったんですけども、まあ調整後のヒルビリー、あそこまで僕はあのチェーンソー当てれる場面がなかなかなかったので、かなりうまくいった試合でこれですね、はい、本当はもっと結構毎回苦戦してて、カニバルの方が今俺勝率高いんじゃないかなっていうぐらい、ヒルビリー難しくなったな、うん、全く今までと違うなんか新たな戦い方を見出さないと微妙かなと思いました。そう、今までの戦い方が通用しなくなったかなと、今までのアドオンとか今までの戦術でこの調整後のヒルビリーは戦えないかな、なんだ、まあ、僕個人の意見ですけどね、はい、新しいアドオンに見合うちょっと変わったチェーンソー振るだけじゃないちょっと違うヒルビリーみたいな使い方すると、もしかしたらすごい強くなるのかなとも思うんだけど、まあ、専用 BGM を手に入れた代わりにちょっとね強くなくなっちゃったと、はい、っていう感じです。あの専用 BGM なんですけども、あのゆくゆくは全キラーに実装するらしいんですが、まあ、優先順位がそんな高くないので、あのリワークとかのタイミングで専用 BGM 入れてくって言ったんで、まあ、今回リワークのタイミングでこのヒルビリーに専用 BGM が入ったんですけど、だからゆくゆくはトラッパーとかレースとかも変わるよってなった時に多分専用 BGM が追加されるんじゃないかなと思います。はい、てな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。